何ですか、ヒップホップ休学って。まあ、一言で言ってしまうと、ヒップホップのために休学をするっていうことです。もうそのまんま。まんま、まんまやん。まあですも、ごい自な。分のまあ、偉いなって思うのは自分で言うのもあれですけど、退学はしてない。ああ、私ね、これが多分ラッパーとキュレーターの違いです。It was good, your boy, S to the H.O, and you are now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, S 様、ゆき、バイバイ、yeah. はい、ゆきはです。い。シルバーウィークですね。シルバーウィーク、スペシャル週間ということで。スペシャル週間ですね。はい。最近ね、まあ、スペシャルと言ったらあれなんですけど、抜毛症。毛を抜く症状って書いて、抜毛症って言うんですけど。抜毛症？あごひげ薄いの分かります？何？抜いてんの？そう、抜いてんの、日々。何？すごいストレスかかってる。いや、なんかストレスなんだろうね、多分ね、分かんないけど。なんかもう怖いね。気づいたらこう抜いちゃってる、だいぶ薄くなっちゃって。そう、まあなんで、皆さんね、ストレス溜めずに、まあ、溜めないか、もうそもそもそっとくか、そのどっちかですね。はい。やる方はちょっと気をつけてください。ということで、全く関係ないオープニングでしたけれども、これから。めちゃくちゃ心配になっちゃったよ、もう。すごい。僕、元気にやってますんで、心配なくお願いします。頼むぜ。はい。じゃあね、まあ、我々も長く活動を続けていかなきゃいけないということなんですけれども、はい、それ以上にね、ちょっと長い期間、先輩 YouTuber としてやられている方をちょっと今回お招きしたいと思います。はい。シャマステーションの中の人、シャマスさんです。はい、よろしくお願いします。シャマスです。シャマステーションのシャマスと申します。お願いします。はい。何なんですか、そのストレスがあごひげに来る話。いや、まじ、びっくりですよね。こんなことあるんだろう。聞いたことないですよ。めっちゃ心配になっちゃう。なんか、大丈夫。調べたら出てきた、なんか、その同じような経験をしていた。まあ、そんな話は別にどうでもいいんですよ。前回の動画の最後に、シャマスさんから伺ったのが、まあ、今学生さんで、休学してるという話なんですけれども、はい、ですね、ちょっと事前に実は僕聞いてて、ヒップホップ休学っていう休学の仕方をしてるっていうふうに伺ったんですけど。はい、なんかかっこいいワードだな、何？ねえ、これ、何ですか、ヒップホップ休学って。まあ、一言で言ってしまうと、ヒップホップのために休学をするっていうことです。もうそのまんま。まんま、まんまやん。でも、そうです。前人未到の言葉ですよ、これは。ヒップホップ。まあでも、自分のまあ、偉いなって思うのは自分で言うのもあれですけど、退学はしてない。これが多分ラッパーとキュレーターの違いです。なるほど。ね。はい。そういうことか。そうですやっちゃうからね。留学、そうですね。まあ学生か、まあ、今アメリカの方に留学させていただいてるんですけど、その学生かに学生かにちょっとヒップホップがやりたいんで休学しますって。いわゆるアドミニストレーションの方ですよね。アドミニストレーションの方にヒップホップを日本で広める使命ができたみたいな感じで。いや、使命感を持っていらっしゃるということですね。なんて学生かの人はなんて言うのそれ。学生課の方は、その黒人の女性の方だったんですよ。はいはい。はい。ハイタッチされました。ああ。いやそれはやばいぜ、みたいな。ビジネスかなんかかいって言われたんですけど、いや、はい、俺もわからない、みたいな。とりあえず今じゃなきゃダメだ、みたいな。言っていや、思い立ったから吉日ですから。そうですよ。楽しいね。頑張っておいで、みたいな感じでした。いやでもね、なんかその集大成って言ったらいいんですかね、なんかすごい動画が今ちょっと上がり始めているのを、これはもうちょっと拝見したんですけれども、そうですね。ヒップホップの歴史、うん、はい。すごいですね、これ、めちゃくちゃ時間かかったんじゃないかなと思うんですけど、めちゃくちゃかかりました。うん、なんか、トータル作業時間ってどんぐらいとか、なんかこう、記録つけてたりとかしますか？これ、わかんないですね。まあ、でも、休んだのが、
まあ、休学したのが1月で、はい、まあ、でも1ヶ月ぐらいだらだらしてて、2ヶ月、2月ぐらいから始めたんで、でも、いや、本当に半年ぐらいはかかってます。少なく見積もって半年はかかってると思いますね。なんか、ちまちまやったり、まあ、毎日フル、そう、全力投球ってわけじゃないですけど、まあ、はい、半年はかかってます、絶対に。いや、なんか、ね、それ、あの、大学残ったままやってもよかったのに、みたいな。いやいやいや、ダメですね。なんか、あの、メジャーとマイナーの、その、マイナーの方でそっちの方やるみたいな、なんか、そういうのも。マイナーがメジャーになっちゃいますよ。そんなことやってたら。はいはい。いやもうね、手に負えなくなっちゃったんですよ、勉強の方が。この途中、在学中からちょっとやり始めてたんですけど、最初の方なんかもう在学中にやってたんですけど、なんか、いや、ちょっとやりきらないといけんって思って。すごいな。で、そうですね、ちょっと一旦このやりきってから戻ろう。じゃないと、ちょっと何もできなくなるって思って。はいはい。あ、もうやっぱ片手間でできるようなものじゃないっていうのをその時にこう悟ったわけですね。そうですね。その、まあ、保存版を作っておかないと、誰もこれは後先作らないぞって思ったんですよ。はい、うん。あとは分かんない。あとは分かんないですけど、まあ、とりあえずこれはって思ったんですよね。やっぱ、どっかでやっておかないと、日本でヒップホップ死ぬわって思ったんですよ。はい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 。なんか本当にただの音楽の一部として消費されるまま終わるのはよろしくないと思いまして、うんうん、だから、まあ、なんか社会情勢を変えられる音楽じゃないですか、ヒップホップっていうのは。はいはいはい。なのに、まあ、そのポテンシャルを知らないまま、まあ、なんかどんどん薄まっていくのはもったいないと思ったんですよね、うん。まあ、なんでどこかで一発濃くしておかないとみたいな、濃くしておかないと、はいはいはい、それをなんかその分かってくれる人が増えたら、その中からまた新米ラッパーたちが違う志を持って、まあなんかそういうね、新しいそのコンシャスラップを日本でまたやるんじゃないかなと思ったんですよね。あ、でもなんか今の違う志を持ってみたいなところってすごい、意味があることかなっていうふうに思ってて、なんかもちろん例えばアメリカでこうヒップホップの研究した文献あるし、でそれがこうなんか日本人も読めたりとか、あとなんだろうな、それこそネットフリックスでそのヒップホップの歴史を学んだりとかってできますけど、なんかそれをこう日本人が日本語でこうまとめてこう発信するっていうのが、なんかよりこう身近に感じられて、でなんかそこにこうインスパイアされる、それだからこそこう言葉が届くような人って絶対いると思うんですよね。はい。だからなんかそういう意味ですごいなんか意義深い活動をやってらっしゃるなっていう今、お話があってて思いました。ちなみになんかいろんなこう時代まとめてる中で最もこの時代が面白かったとか、はい、そういうのってありますか？まあ結構どの世代もね面白いんですけど、そりゃ、はい、まあ、まずまあ、そのいきなり触れる前に、黒人の歴史についての、まあ、動画も作ってあるんですけど、はい、このヒップホップ始まる前の話ですね、はい、まず奴隷制が始まった後、そのからそのヒップホップが始まるまでのこの空白の期間ではないですけど、はい、この期間が起因してヒップホップが始まってるわけですから、ここをおさらい した時のこの動画が個人的にはまず何よりも大事だなって思ったんですよね。ある意味どの時代よりも一番大事なのは多分ここだと思うんですよ。はいはいはい。まあ、なんでそれがまずその時代が面白いっていうのがまず一つと、うん、あとはまあヒップホップの始まり方ももちろん面白いんですけど、まあ、個人的にまとめてて新しい発見が多かったのは、政府の政策ですね。まあ、1980、1980年代後半あたりぐらいにそのヒップホップ VS 政府の政策っていう形があるんですけど、はい、パブリックエネミーとか出てきた、 NNW 出てきたとか、この辺のレーガン大統領とのバチバチっていう、バチバチではないですけど、まあ、ここの対決っていうのが面白いですね。政府の政策の背景とかも自分その要所要所に達してるんで、まあ、その辺も分かりやすくなってると思うんですけど、まあ、そこがまあ2つ目と、はい、まあ、3つ目は、東西戦争ですよね。やっぱり2パックって意味で、あそこ、まあ、なんかいがみ合いだとか、まあ、そういうのあるんですけども、実はいろんなディス曲がちまちま出てたりみたいなっていうのがありまして、まあ、そこがちょっとセンシティブな、ね、まあ、トピックなんですけど、まあ、そこが結構面白かったってなりますね。まあ、なんでその3つですかね。あ、もう一個、あ、もう一個いいですか？あ、もう全然、全部言ってもらっても大丈夫です。全然あるんですよ。それは各時代違う面白さがあるんですよ。はい。
まあまあね、ちらっと言うとこの、あの、何でしたっけ、この未成年以下は、あ、そう、何ですか、あの過激な表現が含まれてますステッカーの起因とか、はいはいはい、ね、あれはめちゃくちゃ面白いのが一つと、うん、あと LGBT はヒップホップのおかげもあるぞっていう、おー、なるほど、ヒップホップのおかげもあるぞっていうところですかね、はい、まあとりあえずこのぐらいですかね。まあ、エモラップも十分面白いんで、そこも結構紙くらいであるんですけど、はいはいはい、まあそこも十分面白いとして、まあ、そんな感じですかね。まあ、結構多くなっちゃいましたけど。いや、でも、ね、見るしかないぞ。見るしかないですね、これ。見るしかないぞ。これやばいぞ。まあ、あの今もうすでにあのアップされてるのが、その最初におっしゃっていただいた黒人の歴史みたいなところで、はい、そうですね、なんかそこをもちろん関連あるとあるってことはこうみんなが分かっていることだし、関連があるっていうことはみんな言及するけれども、なんかそこからこうまとめてこう解説したもの、ヒップホップを解説するためになんかそこをこう解説しているような、そういうのってなんかあんまりあのこれまで見なかったなっていうふうに思うので、はい、なんかね、ちょっとぜひ皆さんこう見ていただきたいですし、ちょっと今のお話伺って、東西戦争にしても、レーガン政権にしてもそうですけど、よりちょっと今後の動画アップされるやつ楽しみになりましたので、ちょっと私も楽しみにしたいと思います。はい。はい、で、あ、そうだ。ちょっとこれ、具体的に聞きたかったんですけども、はい、その歴史動画を作成する中で、いろんなその文献とか、はい、動画だったりとか、はい、映像作品当たってると思うんですけど、なんかその中でこれはおすすめしたいみたいなのってありますか？ああ、そうですね、まあ、まずとりあえずヒップホップエボリューションがネットフリックスで上がってるんで、まあ、それを、まあ、一通り見ていただければ、まあ、その流れがわかるんで、まあ、それがまず一つと、あとね、どれ、あとこれですわ、これですわとかパッて出てきちゃうんですけどこのライムスター歌丸のラップ誌入門、はいはいはい、カメラ映してるんですけどこれはその渡辺志保さんと DJ 矢田武さんと歌丸さんと高橋さんがそのまだ NHK かなのラジオ放送ですごい長くヒップホップについて語ったっていう回が書籍になってるんですけど、それを読むと一連の流れが分かるような気がしましたね、はいはいはい、うん、なんでこれ結構大きかったです。なんでこの2つですかね。はいはいはい、はい。タイの大まかな流れをつかんだのはこの2つですね。だいぶ違いましたね、見るのと、見た後では。それ、どういう順番でこう見るのがおすすめですか？ヒップホップエボリューションと。まあまあ、一番見やすいのはヒップホップエボリューションですよ。なんて、動画ですから。うん、いや、まあそのいつでも見れるんで、ヒップホップエボリューションを最初に見ておけば間違いないかなっていう感じですね、はい、すごく細かくいろんな細分化されていろんなエピソードあるじゃないですか、うん、なんであれが一番わかりやすいんじゃないかなって思いますね、うん、まあ、あれなんかカナダの監督でしたっけ、あれヒップホップエボリューションって。あ、そうなんですか、はい、違ったかな、あ、ごめんなさい、これちょっと違ったらカットいや、なんかそれ思ったのが、まあ、その歌丸さんとか矢田さんとか翔さんとかやってるやつも、日本の視点からこうそのヒップホップの歴史をこう見てて、はい、で、まあ、そのヒップホップエボリューションにしても、なんだろう、その他者から見ることによってこう気づく視点みたいないうのも結構なんかあるのかなっていうふうに思ってて、はい、うん、なんかそういうのも面白いなっていうふうに思いました。はい、なんか、まあ、とにかくね、動画、皆さん、見てくださいというところですかね。はい。じゃあ、島津さん、すみません。今後の展望で、これ、まあ、ヒップホップ動画、歴史動画、こうどんどんこうアップしていくと思うんですけれども、その後、なんか、どんなこと考えていらっしゃいますか？その後、まあ、そうですね、今 YouTube をまあ1年ぐらいやってて、多分、日本の US ヒップホップ好きなファンって、多分、多く見積もって3万人なんですよ。で、それ以外、それ以外、まあ、うっすら知ってるっていう人まで囲むと、多分4万ぐらいだと思ってるんですよね、はい、個人的には。はい、まあ、なんで、とりあえず3万には到達しないんで、まあ、そうですね、なんですか、なんかちょっと分かんないですけど、まあ、企画もんじゃないですけど、まあ、ちょっとセルアウト動画を。まあ、なんか企画っていうことをやっていきたいかなっていうのは。ありますね。まあ企画、そうですね。まあ企画、ちょっと YouTuber っぽい的な
ね、まあ、企画っていうのを、まあ、はい、まあ、2つぐらい、まあ、適当にやれたらなっていうのはありますね。まあ、それ以外はちょっとまだ分かんないですね。まあ、来年ぐらいからまた学校始まっちゃうんで、多分もっと時間なくなるんで、はい、形式は分かんなくなりますけど、今年うちのうちにやるのは多分、まあ、考えてるのがあと2つ、まあ、そうですね、1.5 っていう感じですね。まあ、割と大衆受けを狙ったようなやつをやりたいなっていうのはあります。はい、これシャマスさんのメントスコーラ見れるかもしれないですね。いや、やばいね。そんな方法で、ね、ポパに引っかかる確率の少なさですよ。はい、ありがとうございます。ですね、最後というか、まあ、最後の方の質問なんですけれども、一応あの我々英語学習チャンネルということで、で、まあ、はい、あのシャマスさんもあれ、なんか大学、その今留学されてるっていうふうに伺いましたけれども、もともと日本の大学に行かれてたんですか？そうですね、日本大学1年だけ行ってまして、はい、で辞めて語学、何でしたっけ、語学塾みたいなのとこ行ったんですよ、その後、はい、まあ、1年ぐらいですかね、行きまして、でその後コミュニティカレッジに行ったっていう感じですね。コミュニティカレッジは2年とかですか？コミュニティカレッジに2年行って編入したっていう感じですね、はい、4年生大学に。そうなんですね。これあれですね、大学名とかこれ言っちゃって大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。あの UCSB ですね。UCSB です。今サンディエゴでやられてるんですよね。はい。どんな感じですか、留学生活？あの今もうあの留学して日本戻られてると思うんですけど、留学生活どんな感じですか？はい、留学生活、まあ、あれですね、思い切りの良さが必要です、どう考えても。うん、あの勉強がマジで忙しいんですよ。いやー、本当に。編入するってなると、GPA が、まあ、高くなきゃいけないんで、自分の場合、編入先を結構高めに設定してたので、はい、GPA4 を取らなきゃいけないっていうプレッシャーに駆られながら、まあ、ちょっとなんかあんまり羽を伸ばしきれなかったっていうのがあったんで、うん、まあ、勉強は、根性でやりきって、まあ、その他はもうあとはもうなんかもう適当に仕掛けに行くっていう感じです、ね。本当に。すごい。なんかそのバイタリティがなんかやばいですね、なんか。うん、本当にいい。ちょっと自分の学生時代はちょっと反省する時期ですね。そうだよね。大学勉強したいよね。どんな形がありますか？まあまあいろんな形があっていいと思います。まあまあいろんな形といえばね、聞こえはいいですけど、ね、うん、英語とかはそのなんかどうですか、その語学学校で身につけて、でまあ留学もしていて、もうだいぶ上級者だと思うんですけれども、なんかどういう勉強が一番効きました？まあ、どうですか、まあ、あれですね、本当に興味があることから掘っていくのがやっぱ一番最短の近道だっていうのが分かりましたね。はいはいはい。自分だったらヒップホップのそのマガジン、英語のマガジンを読みまくってて、もうだいぶ読みが早くなったとは思います。うん、曲が聴いてるだけじゃあんま分かんないんであれですけど、まあ、ネットフリックス見たりっていうのはあったんですけど、やっぱその、はい、まあ、興味があることを掘り下げていくのが一番大事なんで、まあ、結局好きなことを見つけるっていうのが究極ですよね。まあね、いやでも一番強いですよね。はい、自分は後から知りました。最初なかったんです、すごい大変でした自分。ああ、そうなんですか。好きなもんない状態で英語勉強したんで、なんかどれを読んでいいかわからないみたいな。でも途中からヒップホップ、はいはい、あ、これめっちゃおもろいじゃんってなってズブズブいきましたけど、それまでは本当になくて、うん、もう向こうでやりたいことを探せ嫌状態だったんで、超難しかったですね、本当に。ちょっと難しいです。すごいな、でも。でもね、結構このチャンネル出演された方でも何人か、その、まあ、英語を身につけるためにっていうことを考えたときに、まあ、必要に駆られてやるか、あるいはやっぱこう興味を持ったことを、まあ、英語でみたいな感じの、まあ、その2つが結構やっぱよく出てくるんで、うんうん、やっぱシャマスさんもそういうふうなのを踏まれてるんだなっていうふうに思うと、ちょっとこのチャンネルをご覧の皆さんもね、ちょっとずつ、なんか例えば、まあ、コンプレックスの記事を読んでみるとか、まあ、そんな感じのところからスタートすればいいんですよね。あ、これこれ。はい。ちょっとね、やってみてください。はい。最後ちょっと、もしこれ、
あればなんですけれども、最近ハマってる曲とかアーティストとか、そんなのってありますか？あ、最近ハマってる曲、まあ、でももう最近毎週2、300曲聴いてるんで、わけわかんなくなってるんですけど。すごいな、そのインプットは。いや、だって、まあ、一応、毎週出てる曲全部聴いて、あれしてるんで、はい、まあ、まあ、でも、最近ずっと好きなのはヤングピンチですね。カリフォルニアのすごいチルな若手アーティストなんですけど、はいはい、白人のアーティストなんです。アーティストとかラッパーなんですけど、まあ、その人がとりあえずアーティスト的に好きなのと、あとはあれですね、最近出てきた若手なんですけど、来年出る YSP のサントラにも入ったトゥーシーっていうラッパーがすごいかっこいいなと思ってます。TOOSII っていうラッパーがいるんですけど、その人がすごいかっこいいですね。まあラッパー的にはどういう系のラッパーなんですか、トゥーシー。トゥーシー、まあそうですね、自分はカツカツしてるラッパーってカツカツしてる考えてるけど、まあそうですね、まあ、コンシャス系の、まあ歌う要素もあるんですけど、まあどちらかというとカツカツが結構、カツカツ、まあコンシャスな部分が強い感じですね。はいはい。なんかどの、クルーとかそういうことではなくて、トゥーシーは多分わかんないです。ちょっとわかんないです。そのルーツまでちょっと惚れてないんですけど、はいはいはい、まあ、聞いた感じでめちゃくちゃかっこいいんですよ。TOOSII。はい。なんで、この、なんで、ドレイクのトゥーシースライドが出たときにめちゃくちゃ紛らわしくなるっていう。いやいや、そう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 。そうなんですよ。でも、トゥーシーはそのおかげで認知度上がったから嬉しいって言ってました。あ、そうなんだ。そういう話もあるんだ。そうそう、一回なんかそのインタビューされてたんですよ、トゥーシーに。そのトゥーシースライドが出たとき、お前どう思ったんだみたいな。っていう、なんか聞いたんですよ。で、そしたら、いや、ある意味ありがたかったか、みたいな。まあ、そうですね、まぐれでヒットしたみたいな要素もあるんですけど、まあ、そのサントラにも起用されるぐらいのスキルの持ち主なんで、うん。全然これから伸びしろはあるかなって思ってます。曲はね、曲難しいんですけど、曲、うん、ゼブラキャッツっていう LGBT のアーティストがいまして、ラッパーなんですけど、その人がインインインっていう曲を出してるんですけど、それがなんか、ダブステップトラップ、もうよくわかんないみたいな感じなんですけど、世界観がもうすごい、わかんないですよ。多分 LGBT だからこそ独特な世界観を表現してるのかわかんないんですけど、はい、もうなんか確実に、もう別世界なんですよ。ある意味。なんでそのゼブラキャッツっていう人のインインインっていう曲はめちゃくちゃおすすめですね。もう何これってなります。なんか打楽器みたいな音も入ってるんですよ。打楽器ってその、はい、コンゴなんかそういうのも入ってて、はいはいはい、もうなんかもうよくからんみたいな感じですけどね。面白い。なんかまあリリック的にはなんかその、まあ、ちょっと自分をさらけ出して、まあ、ダンスしてみたいな発散系ではあるんですけど、うん、もう分かんないです。なんかイギリスの要素を受けてるのか分かんないですけど、うん、なんかすごいです。アフリカとか LGBT アーティスト、うん、あ、そうです、そういう、はいはい、血がたぎってます。そういう血がめちゃくちゃたぎってますね、うん。まあ、最近やっぱこうバーナーボーイとかね、あの辺のこう活躍ぶりを見てても、やっぱなんかそういう要素があるものって、どんどんメインストリームでもやっぱどんどん消えるようになっていくなっていう感じはしますよね。うん、結構出てきてますよね。うん、ポップカーンとかもドレイクのレーベルに引っこ抜かれて、かなりすごかったですもんね。はい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 。ちょっとじゃあ、まあ、そのあたりのアーティストもですね、概要欄に、記載しておきましょう。はい。でですね、ちょっと最後、これ一問一答という感じで、ね、よく海外のメディアである二者択一の問題とかあると思うんですけれども、シャマーさんも結構よくご覧になってると思うんですけど、我々なりにちょっと質問を用意したので、はい、答えていってください。5秒以内に。5秒以内そんなあったっけシカゴかアトランタ。アトランタですね。宗教かスピリチュアリティ。スピリチュアリティですね。ドリンクかドライブ。あ、ドライブ。XXX テンタシオンかポップスモーク。ポップスモーク。サマーウォーカーかアリ・レノックス。アリ・レノックスだ。
こんな感じでいいですか。一番好きな靴。一番好きな靴？はい。リーボック。おー。初めて聴いたヒップホップの曲はさっきありましたね。初めて聴いたヒップホップの曲？これ難しいですね。あ、でもわかんないか。さっきなんかパーフェクトクイーンの話をされてたんで。パーフェクトクイーン最初かもしれない。最初かもしれない。井村さんのアカペラのパーフェクトクイーンが一番最初のヒップホップ曲です。はい、それめっちゃレアだな。しかも隣に小籔さんいましたから。ああ、そう、まずか。小籔さん本読んでましたから、隣で。マジ謎光景でって。これ、アルバムなんですけど、初めて買ったアルバム。最初からストリーミングですかね。ゴスペルのやつです。ちょっと覚えてないです、名前。あ、本当ですか。はい。無人島に持っていく3作。これは難しいって、それ。難しいですわ。難しいですよね。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。ちょっと待って、そんな難問出るんですか。これあのスヌープの GGN っていうなんかあの YouTube の動画があるんですけど、それで結構いろんなアーティストに聞いてたんで、ちょっと同じノリで聞いてみようかなみたいな。超難問。いやこれ何でもいいなら、これ何でもいいなら、多分一つは、はい、多分ヌジャベスのモダルソウルかなって思うんですよ。はいはい。一つはかなって思うんですけど、もう一つ、もう二つはね、自分結構無人島にヒップホップもまた難しいですよね。R&B の方が合うからなっていう。あ、じゃあ、R&B で全然大丈夫です。あとね、あれです、あれです。多分、ローリンヒルのミスエディケーション。ああ。おぉ。なるほど。すずめさんと同じチョイス。この間、ジェイラ・モッタ・すずめさんっていうあのアーティストにインタビューして、はい、で、まあ、その人には、なんだっけ、あなたに一番影響を与えた3作みたいな感じで聞いたんですけど、うんうん、やっぱり、はい、ローリンは入れてましたね、メッセージに。マジですか。 いいですもん。そうですね。もう間違いないですか。はい。うわ、もうあと1個しかないじゃん。ああ、めっちゃ難しいなー。ああ、なんか、うわ。いや、ジェイデンのなんか持っていきたいな、そう考えたら。その夕日めちゃくちゃ好きなんで、はい、夕日に合う系がいいんだ。夕日に合う系。あ、はい、ですかな。2017年のやつでしたっけ。あ、去年ですね。あ、去年。あ、これなんて言うっけ。イヤーズでしたっけ。あ、ERYS。ちょっと読み方調べておきます。いや、これね、いや、ちょっと3曲、いや、3アルバム目はちょっと難しいな。難しいですね。でも、ジェイデンの曲をなんか持っていきます。はいはいはい。あ、マジで好きです。ですね。今、一番インタビューしたいアーティスト。一番インタビューしたいアーティスト。うわ、ちょっと待ってや。あ、個人的に、はい、個人的にヤングサグにインタビューしたいですね。ああ、おお、それはどういったところですか。いや、どこまでその自分のクローン作るんみたいな。まだお前の役割は終わってないぞって言いたいんですよね。はい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 。いや、君が頑張り始めるのは30からでいいってめっちゃ思うんですよ。ヤングサグ。まあ、いやめちゃくちゃ好きなんですよ、個人的にね。個人的にヤングサグが好きで、もうまだ現役でバリバリでその最前線でやってほしいんですけど、まあ、結構リルキードとか出てきて、ちょっと退いてるじゃないですか、一線。あ、なんか更新に道を譲ってる感じのとこありますよね。そう、いやまだ譲るなっていう。はいはいはい。サグさん、まだ譲らないでくださいよっていうのを。大体と。ずっとラップトップいじってる場合じゃないですよって。はいはいはい。いつまでパソコンいじってるんですか。いや、ヤングサグの全盛期を、そうですね、やりきってほしいです。わ、はい、かりました。人生を語る上で欠かせない曲。
これね。あ、ヤングワイルドフリーです。スヌープとウィズカリファの。それどういうエピソードがあるんですか。いやもうアメリカでまさにそのね。はいはい、ドライブしながらとか夕日見ながら友達とそのチルしながらみたいな感じで、はい、まあ一旦流す曲ではあるんで、はいはい、一応同風景にも収まってるんですよ、はいはい、あの曲なるほど。なんでヤングワイルド&フリー全然言えないんですけどヤングワイルド&フリーはあれですね、あれです、はい、あれです。確かにあれなんか2012年とかですよね、出たのが。なのに今も結構なんかもうやっぱスモーカーアンセムっていうか結構定番の位置を築いてる感じはしますよね。うん、うん、そうですよ。いやもうでもスモーカーアンセムどころじゃないですよ。だってあのなんか知らないっていうかキッポップ知らない人でもあの曲だけ知ってるっていうことも結構あるぐらいの名曲なんで、あれは、うん、なんでそれ知ってるのみたいな、それは知ってるのみたいな、ちょっともう青春ソングになりつつあるよね。確かに青春そう爽やかな感じです。グリーンみたいな、なんかもうやもうサウンド。あの曲は超えないでしょう、うん。あれは、あの映画もよく見たりしますよ、まだ。今ね、あれ、笑っちゃうな。あれ、くそくだらない。まさにアメリカのこの知る野郎のすごいコメディドラマみたいな。めちゃくちゃ面白いですもん。ちょっとあの確かまだネットフリックスにあったと思うので、あのあります、なぜか、はい、なぜかあります。まだご覧になってない方はぜひ見てみてください。おすすめです。はい、ということでそろそろかなというふうに思いますので、シャマスさん、今日はどうもありがとうございました。はい、全然ご覧いただきましてありがとう。いやなんかねすごい真面目なやっぱりヒップホップにかける熱意、ヒップホップ休学するほどのそのやっぱ熱意みたいなところと、すごい真面目なお話もいろいろ伺えて面白かったですし、あとまあちょっとね、いろいろ普段こうニュースを配信してる人のキャラクターがなんかどんな感じなのかってこう見る機会が多分あんまないかなというふうに思うので、なんかそこを伺えたのも個人的に結構楽しかったなというふうに思います。はい。それでは、ちょっと名残惜しくなってきましたが、シャマスさん、最後に何かこの動画をご覧の皆さんに伝えたいこと、まあ、告知事項などあればお願いします。とりあえず自分のチャンネルで毎週末に、US ニュースをすごい分かりやすく、なるべく分かりやすく噛み砕いた動画を、毎週末に出してるんで、US ヒップホップ興味ある方は、ぜひチェックしてみてください。で、それと今多分絶賛上がってると思うんですけど、ヒップホップの歴史動画、多分世界で一番噛み砕いて、一番端的にまとめたやつだと思うんで、これ結構マジで自信があるんでチェックしてみてください。本当に。で、ヒップホップ興味ない方にもちょっとお勧めしてあげたら、まあ、黒人のね、こういう、なんでデモしてるのかっていうのがヒップホップ越しに分かると思うんで、まあ、それもね、込みでちょっとチェックしていただきたいなって思います。こんな感じです。はい、いやめちゃくちゃでも気合い入ったあのプロジェクトだと思うので、ちょっと我々もね、はい、しっかりこう見ていきたいなと思いますし、やっぱりね、今その黒人がこうデモしてることとかそのなんか背景とかっていうのはやっぱ書籍にあたってっていうのはなかなかこう時間取れなくて難しいっていう風な人は、まあ、特にね、そのあたりからちょっと見ていただくのがいいんじゃないかなっていう風に思いますんで、はい、私からもちょっとお勧めしておきたいと思います。はい、ということでですね、今回のまあ、シャマステーションさんの情報ですね、こちら概要欄に吸収しておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録、そして通知ボタンも忘れずに、教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではシャマさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや楽しかったです。どうぞ。ありがとうございます。